はい、終わりです。今日は皆さんが待ちに待ったクリスマスということで、今回はお絵かきをしていきたいと思います。ただお絵かきするんじゃなくて、クリスマスにちなんだものを描こうかなと思います。使えるインクの色なんですけど、フェスで使える色が全部使えますね。この2色を合わせて、クリスマスっぽいものを作っていけたらいいなと思います。神の絵を見せてやる、神の絵を。今回のテーマ、クリスマスツリーだから、描いていきましょう。で、これが土台となる、緑。で、これをツリーの、ヘタの部分にしよう。まあ、もちろん汚くなっちゃうから、ペチ塗りで。これは塗るわ、ペチ塗りで。どうなるかな？黄色をどう使うかだね、あと。これクリスマスツリーのヘタの部分だから、こう伸ばしていこう。三角型だもんな。お、いい感じじゃない？あれ、これどうなってるんだ？あ、でもこれ伸ばせばいいのか。おー、スター。危ない、危ない、危ない。え？なんか顔つけてる。顔になった。顔になったぞ。ほら。顔になった。人間だ。すげえ。人間だ。お、すげえ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 。人間。よし。ちょっとさっき顔になっちゃったから。テーマは、クリスマスツリーということで、もう一度、やっていきましょう。今回事故がないように、みんなポイズン持ってもらいました。ポイズンだったら、もしミスったところで、塗れないから、まあ、セーフ。これで、作っていきましょう。クリスマスツリー、スタート！ペチ塗りで塗るっていうのはね、新鮮ですよね。あ、スター書いてくれた、スター。これがどうなるかって難しいよね。クリスマスツリーってさ、最初のお題からしたら難しいんじゃないかな。お題はクリスマスツリーとは言ったけども、どういうクリスマスツリーなのかは言ってないけど、これ共同作業でここまで作ってるよ。すげえ。みんな絵心あるんだね。絵が上手いんだ。俺、絵、上手いよ。俺も絵上手いよ。あ、今いい感じだ。星もいい感じになってるよ。すごい。ちょっと今飛んでみますか。あ、いい。あ、これ飾りつけてるのかな。あと20秒しかない。頑張れ黄色頑張れいいぞ。反転ついた、反転。飾りついた。お、すごい、すごい、見て。クリスマスツリーだ。次のお題は、雪だるま。まあ、クリスマスと言ったらね、雪だから、まあ、安直な答えだけど、雪だるまでも作ってみましょう。で、内側が白チーム。我々が白チームで、まあ、あと青ですね。残りの青。これ確かハローキティとシナモロールのフェスのやつです。じゃ、ちょっと、基盤となる部分を描いていきますか。まあ、頭と体だからこんな感じか。で、頭の方がちっちゃいんだよね。あ、始まった。胴体をでかくしなきゃいけないんだ。なんだこの青いの。この青いのはなんだ。わかんない俺には。この青いの何？あ、頭か。すげえ。頭か。
なんかバケツかぶってるのか。あ、で、目？目、目。口かな？あ、いい、いい。手も描いてくれて、ほらほら、すげえ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 。雪だるまや。かわよい。ちょっと飛んでみよっか。うわー、雪だるまだー。わー、すごい、見て、雪だるま。はい、最後のお題です。クリスマスツリー、雪だるまときたら、最後は、チキン。なんか、ケンタッキーのイメージがすごい強くて。毎年、私は、チキンを食べているので、チキンにしようかなと思いました。ということで、チキンを描いていきましょう。で、茶色と、あと白、骨の部分で構成されます。チキンってどうすればいいんだ？その、試行錯誤だよね。チキンって、みんなの思ってるチキンが、どうなってるのかわかんないや。とりあえず、でっかくしてみよっか。骨だ。骨だこれ。わあ、チキンだ。チキンになったぞ。骨付き肉。絵を描くやつなんですけども、今回お正月バージョンということで、今回のテーマ、鏡餅。鏡餅というと、みかんが餅の上に乗ってるんですよね。三段のお餅にみかんが乗ってる絵。まず俺がね、描いていく。おー、ちょっとでかいかな。あ、でも餅ってでかいからこんなもんか。じゃ、これでちょっとペチ塗りで伸ばしていきますか。あ、ちょっと繋がっちゃったかな。でも、まあ、いいか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 。で、二段目、三段目、でかくすれば。三個目をめっちゃでかくしよう。あこうしてる、こうしてる。ちょ、これ、戻そう。やばい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 。手広げたお相撲さんみたいな字だ。あ、でっかいみかん書いてきた、でっかいみかん。やばい、ここに黄色いのが溜まってる。胴体が足りないかもしんない。みかんがでかすぎる、みかんがでかすぎる。今回みかんがでかすぎるぞ。餅と同じくらいあるんだけど。こんなでかいっけ、みかんって。なんだあれ、なんだあれ、これなんだ。はい、次ですね。次のテーマは、門松。まあ、門松というと竹が並んでる状態。なんならもうこれが門松みたいなもんなんですよ、この。みんな竹持ってるじゃん。今。これが門松みたいなもんなんだよ。だから俺がここに立ってればもう門松みたいな。ダメ？サボテンみたい。サボテンみたいなんか、土台でか。土台でかいからもうちょい長くしとこう。サボテンじゃねえか、これ。これ、門松っぽいけど。でもちょっととんがってるから門松っぽいっちゃ門松っぽいよ。はい、ここで最後のテーマに来ました。2020年、今年の干支といえば、ネズミ年。今回のテーマはネズミ。ほい。じゃあ、いくよー、描きまーす。ネズミの形どう描けばいいんだ？あ、できた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 。見て見て見て。
これネズミになってんじゃない？ネズミだ。かわいいよ。これ鏡餅と門松よりいいかもしれない。一番うまく描けてるわ。今日描いた中では一番じゃない？ネズミはネズミだ。ネズミはネズミだけど、これはね、著作権的にダメなネズミだな。アウトだな、これ。おおネズミや、これ、ネズミ。これ、みっちゃん。ここだけでしょ？ここだけでしょ？あ、でも入るか。一応、8に入るか。まあ、今日はね、ここのベルトコンベアだけで戦っていきたいと思います。まあ、普通に戦ったら絶対すぐキル取れちゃうので、パブロでツンツンってこうやって、ツンツン、ツンツンってこうやって戦って、落としたら倒したということで、これで戦っていきたいと思います。わー、わー、おー、流れていく、流れていく。あ、誰か落ちてった。スタート、スタート、オッケー。待って、見えない、ね、あれ、強い相手。あれは4人生きてるんだけど。即死した。よーい、スタート。落とせ、落とせ、落とせ。落とせ。あ、危ない。あ、やった、落としたよ。あ、生き残ったのは俺だけだ。やった。よーい、スタート。やばい、やばい、痛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 い。やれやれ倒せ倒せ、あっ、やった、生き残った、やった、な、始まった、始まったぞ、うれ、落とせよしよし、あ、やったやった、ルールはタチオパーキング の、 真ん中にあるレール2つ使って戦う。じゃ、このレール使って戦ってみたいと思います。え、普通大丈夫かな、これ。こういうことだよね。え、届くかな、スプラシューター。オッケー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 。オッケー、準備できた、俺。よし、来い。来い来い来い。誰だ誰だ、来た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 。いや、難しい。あはははって、落ちた落ちた負けました。めっちゃ攻撃されてる。めっちゃ攻撃されてる。落ちてもダメだからね。あ、一発当たった。あ、怖いな、これ。うまい。うまい、うまい、うまい。うまい、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 待って、うまい。あー、やった落ちた落ちた。どうする。どうする。怖い。やばい。無理。いや、これ難しい。一発当たった。いや、うまい。あ、やだ、落ちた。怖い、これ。危ない、痛い、痛い。あ、全員で行こう、全員で。オッケー、オッケー、オッケー。ちょっと当たってる。あ、みんな落ちてるやんけ。相手。ダメだ。あ、行った。戦いに行った。これ射程短いんじゃねえかな。うわ、怖い。おい、くれ。うわ、怖い。あ、落ちてった。危ない、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 危ない。クイボ、クイボ飛んできた。いや、クイボ怖いな。クイボ怖い、クイボ怖い。いや、でも俺生きてられる。よし。危ない、危ない。あ、落ちてた。いや、クイボ強い。いや、クイボ上手いな。なんか、クイボ上手いけど、俺もボム投げてみよう。
俺スプラッシュボムだ。待って、俺スプラッシュボム。届かないな。届いてる。オッケーオッケーオッケー、届いてる届いてる。ちょっと当たってる、ちょっと当たってる。あっちなんか食いボーマンになってる。スプラッシュシューター使って食いボーマンになってる。お、ちょっと当たってる、ちょっと当たってる。いって。お、めっちゃ当たってるんだけど。死なぬ。むずいな。うわ、怖え。わあ、倒した倒した。ちょっとコツつかんできたかもしれない。オッケー、勝負だ。あああ調子乗った調子乗った。よし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 、倒した。危ねえ。あ、倒した。あ、下の、あ、ダメだ、当たんない。お腹下の当たった。あ、やべ、強い強い、マジ強い強い強い、最後強い、最後強すぎる。人気のないステージだ。買い物買い物買い物しに行こう。買い物だ。おー、いいね。ちゃんとちゃんと距離を保っている。偉いぞ。人との距離は2メートル近くね。話とかない。あ、密です。ダメです、密です。離れてください。密です、密です、密です。このくらいの距離、このくらいの距離開けないと。イカちゃんと、イカちゃんの距離を。このくらいだよ。わかった。警備に当たろう。あ、そういえばランニングしてる人が増えたらしいよ。あの、河川敷とか、まあ、人と接しないところだったら、なんか、ランニングとか運動とかは、やっぱストレスが溜まるから、やるみたいなんだけど、あれ？待って、あれ危ない気がする。おい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 、3人でじゃダメですよ。密です。密です。これダメだ。密です。密です。一人なら、一人ならいいんだぞ。一人なら。このくらいだぞ、距離。このくらい。このくらい離せ。いや、やばいやばい。来ないで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 。ダメ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 。ダメ、巻き込まないで、俺を。巻き込まないで。早いな、足。ダメ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 。まずいまずいまずい。なんで俺逃げてるんだよ。これはまずい。これはまずいぞ。密です。この距離は密です。ねえ、三密守って。密室、密接、密封？あれ？密接、密室。なんだっけ？あ！密です。密です。密です、密です。あ、もう一人いる。密です！君は生かしてあげよう。やべ、三密わかんなくなっちゃった。誰か教えて。三密。三密わかんない。断密ならわかるのに三密がわかんなくなっちゃった。あ！密です。密です、密です。密です。こら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 。離してね、距離。距離離して。密です。密ですよ。日本国民、密ですよ。わかった、じゃあミッションを与えよう。2メートルの距離感を保ちつつ、アサリのカウントを10ぐらいまで進めなさい。密です。密です。はい。うわぁ、近い。密です。近いぞ。近いぞ。密です、密、密。助けて、助けて、助けて。ねえ、助けて、ダメなの。ダメなの。離さないと距離。ねえ、ダメ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 。ダメだってばよ。ダメよ。これ怒られる、ほんとに。怒られる。国から怒られる。これはいけない。早いんだけど、一人足めちゃくちゃ。なんで一足俺もつけてるはずなのに、しかも 3.9 つけてるはずなのに。ダメ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 。
ダメ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 。近い。もうこれアウトだ。これアウト。3密は皆さんしっかりと、ね、心がけましょう。密集、密接、密閉。これ全部、守りなさい。それ、それダメだよ、密です。密です。密集、密です。よし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 。ん？同じとこ行ったな。2メートル開けてね、2メートル。しっかりと距離は2メートル開けなさい。密集ダメです、密です。あなた密です。あなたも密です。ダメです、ダメです。密です。ストレス溜まってるのはわかる。すごいストレス溜まるのはわかります。でも密です。ダメです。密接ダメです。密接ダメです。密です。密です。密です。ダメだよ、近くなっちゃ。怒られるよ。これはもしや。これはもしや。あ！あー！あら。あ！あー！密閉してる！密です！密閉密です！ダメです、密閉。密です。これ、入れないんだけど。もう入れないから、これ何もできないんだけど、密ですが言えなくなっちゃったんだけど。ダメだよ。ここモザイク入れるから、ここ。ここもまずい。まずいよ、これ。モザイクだよ。